はい、どうもこんにちは、こんばんは、テトです。よろしくお願いいたします。それでは第2回ラジオやっていこうと思います。10月に入りまして、今年ももうあと3ヶ月を切りました。もうね、4分の3過ぎたところで、皆さんは今年やろうと思っていたこと、もう終わっていますか？ちなみにですね、テトさんは今年の目標を何に設定したかというと、チャンネル登録者500人っていうのを目標にしていたので、もうね、9月の時点で今年の目標っていうところでは達成できたので、もう大満足しております。ありがとうございます。というわけでね、皆さんも今年のことは今年のうちに終わらせられるように、残り3ヶ月頑張っていきましょう。はい、それではですね、今回もテトさんへの質問コーナーということでやっていこうと思います。今回はですね、応募たくさんいただいたんですけれども、これ俺何答えればいいんだろうっていうようなものがたくさんあって、その中からいくつか選ばせていただきました。で、今回は3ついきたいと思います。最初の2つはサクッと終わらせて3つ目でいきたいと思います。ではまず1つ目、テトさんはポテトですか？いいえ、ポテトではありません。ポテトじゃないから、本当にポテトっていうのは、僕がスプラトゥーンの生放送をしている時に、テトさんの名前どっから来てるんですか、ポテトですか、ポテトポテトポテトってみんなが言い始めて、ポテトっていうあだ名がついたっていうか、みんながね、そういうあだ名をつけただけで、私の名前の裏ではありませんので、っていうかポテトって言わないでください。はい、じゃあ次に行きます。サクサク行くからね。2つ目、テトさん明日晴れますか？晴れます。お願いですから、こういう質問をやめていただきたい。明日晴れますかって DM 送られた、 Twitter で DM 送ってくれた次の日のことを喋るわけではないので、明日とか明後日とかそういう質問はぜひやめてください。では3つ目いきたいと思います。ここからね、ちゃんとした返答をしていきますので、よろしくお願いします。では3つ目、3つ目はテトさん普段何食べて生きてるんですか？質問内容があれですけど、要はね、ご飯どういうの食べてるんですかみたいなご質問だったんですが、なんだろうね、基本的に別に何でも食べれるので、特にこれをいっぱい食べてるようなんてものはないんですけども、まあお肉好きなんでね、お肉とか食べてますが、ただ結構僕小食なので、一回一回のね、ご飯の量っていうのがすごい少なくって、ただ一回一回のご飯の量が少ないからなのか、すぐお腹空いちゃうっていうちょっと難点を持っているんですが、だからね、1日4食とか結構食べたりしてますかね。本当にもうおにぎり、お昼ご飯おにぎり2つとかさ、おにぎり2つと何、お茶1本とか、あとはまあ晩ご飯とかだとね、普通に、まあ、実家暮らしなのでご飯作っていただけるので、まあ、それ食べたりしてますけど、ただ僕高校生、大学生の頃、高校生大学生の頃ってご飯のおかわりっていうのをしたことがなくて、男の子なのにね。高校生の男の子とかだと、結構その育ち盛りな時ってもうお釜の中のご飯を食べまくるみたいなことがあるらしいんだけど、僕一切おかわりをしたことがなくって、もう周りからは本当に大丈夫みたいなことを言われたりしたんですけど、だからかな、だからもうさらに食が細くなっちゃって、一回一回がね、あんまり食べれなくなっちゃったんですけどね。まあただ僕自身が嫌いなもの、食べ物でね、食べ物で嫌いな食べ物っていうのは結構あります、自分では。例えばっていうか、本当にダメなのがウニとイクラ、あとカキ、今ね秋旬ですけど、カキとか、
あと、なんだろうね。あ、ね、ナスとかもあんまり、ナスとトマトとかもあんまり好きじゃないんだよ。基本的に、嫌いなもの多いです、テトさん、実は。嫌いなもの多いんですけど、ただ、普通に食べます。なんでも。まあ僕のね、両親が、まあ、小さい頃からね、育ててくれたわけなんですけど、その時に、好き嫌いは全然してもいいよ。これが好き、あれは嫌い。この食べ物は好きだけど、この食べ物は本当に嫌いっていうのは、全然言ってもいいし、好き嫌いはしてもいいけど、食べろよっていうふうにずっと言われ続けたんですね。まあ、食べろよというよりかは、要は、出されたもの、ね、親がね作ってくれたご飯だとか、あとは学校の給食なんかもそうですよね。要はね、他の方が自分たちのことを思って作ってくれた食べ物っていうのはもう絶対に残さず食べろっていう風に僕は教わってきているので、だからね、嫌いとか言ってられないですからね、食べなきゃいけないんで。でもね、この考えというか教えっていうかね、親から教えてもらったものっていうのはすごくやっぱりそうだよなって思いますよね。なんだってね、嫌いだから食べないなんて言ったらね、せっかく作ってくれた方からしたら、せっかく作ったのに残されたってなっちゃいますからね。皆さんが相手の立場になって考えてみたら、多分おのずと答えは出てくるんじゃないかなと思いますけれども、例えば自分がじゃあご飯作りました。で、まあ子供じゃなく、自分のね子供じゃなくてもさ、例えばじゃあ彼氏にお弁当作りましたね。で、彼氏の、まあ、嫌いなものっていうのはね、あんまり分かってなくて、これ嫌いじゃないよねって思った具材が、彼氏が、俺嫌いだからいらないって言われましたね。傷つくでしょ。じゃあ男の子が料理するっていう、料理して何かするっていうイメージが僕にはちょっと分かんないので、まあ女の子向けのね例えになっちゃったんですけども、やっぱりね、相手のことを思って作ってくれてるので、そういうのは残したりはしないように、皆さんもねぜひ食べるようにしてほしいなって僕は思います。本当に。ただ一個言わせてほしいんだけど、ただ例えば自分が買って何か作って食べたりするときなんかは、わざわざ嫌いなものを買ってくる必要っていうのはなくって、だってさ、食べたいものを買うじゃん、みんな。自分が食べたいものって、わざわざさ、自分がでっきりなものをさ買って食べるようなことはしないと思うんだよね。それは別にいいと思うんだ。だけど、さっきも言ったように、いただいたものだとか作ってくださったものっていうのはきちんとね食べれるようにした方がいいんじゃないかなって僕は思います。そしてですね、少しお話変わっちゃうんですけれども、さっきとねお話変わっちゃうんですけれども、今、10月の13日、10月もう半ばまで来てるんですが、秋といえば食欲の秋っていうことがありますよね、言葉がね。まあ、他にもスポーツの秋とか読書の秋とかいろいろあるんですけれども、食欲の秋、秋といえばね、サンマとか松茸、あとさつまいもとかも秋になるのかな、なんか焼き芋とか結構秋のイメージです。落ち葉の中で焼いて焼き芋食べるみたいなね、ありますけれども、皆さんね、秋の味覚って言ったら何を思い浮かびますかね。やっぱり人それぞれ、秋といえばこれだよねっていうのがね、いろいろあると思うんです。ただ、テトさんは、秋といえば何ですかって言われたら、梨っていうイメージがあります。梨ね、僕ちょっと、旬かどうかっていうのが分かんなくて、でもこの秋の季節に梨食べる機会が多いので、ちょっと調べてみたら、夏の後半、8月
8月ぐらいから10月の頭ぐらいにかけてがすごい美味しい季節なるらしいんですね。ちょうど僕が食べてる季節と一緒になるわけなんですけれども、秋のねこの暖かい時にあの梨のちょっとみずみずしい感じのね果物をこうパクッと食べるみたいな、すごい美味しいんですよね。なんでね、皆さんもぜひ、このね秋の季節の梨っていうのをね食べてみてはいかがでしょうか。というわけで、テトさん普段何食べて生きているんですかっていう質問に対しては、何でも食べてます、今はね何でも食べてますっていうのを答えにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。こちらのラジオのお題については Twitter の DM にて募集をしております。ぜひテトの Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。同時に動画のチャンネル登録などもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次のラジオでお会いしましょう。バイバーイ。